三上恵理君会派立憲民主社民の三上恵理です田島議員に続きまして質問をさせていただきます今回は不登校そして引きこもりの子ども支援に関する政策評価について質問をさせていただきます <laughs>、えー、資料をお配りさせていただいておりますご覧ください 不登校の状況についてですけれども令和4年10年連続の増加で過去最多29万9048人です少子化で子どもの数が減る中不登校は増え急激に増え続けていますこれはコロナ禍で学校に行かないことが自然になってずるずると行けなくなった子であったり まあこういった状況生活環境が変わったことそして以前から言われてますいじめの低年齢化などが指摘されていますこの現状について文科省はいかがお考えかお尋ねしますまずは不登校の定義についてそして不登校がおよそ30万人以外にまあ、これ同等の数とも言われているんですけれども一般的に隠れ不登校不登校予備軍と言われる児童生徒もいますこの数は把握していらっしゃる いますでしょうかお願いします文部科学学省大臣官官房浅野学習基盤審議官お答えいたします、文部科学省におきましては、児童・生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査を実施しており、当該調査において、1年間に30日以上欠席した長期欠席者数、そのうち病気、経済的な理由等を除き、何らかの心理的、情緒的、 身体的あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいはしたくともできない不登校児童・生徒数等を調査してきたところでございます。先月公表した令和4年度の調査結果では、小中学校の児童・生徒944万2083人のうち、長期欠席者数が46万648人、不登校児童者数が 29万9048人でおよそ30人に32人に一人が不登校児童生徒となっておりますご質問いただいたあの隠れのところまでは私どもはあの、えー、把握をしておりませんがこの不登校の、えー、調査の際は、えー、担任の独自的な判断だけではなくスクールカウンセラー等の専門家のアセスメントを受けた上での回答となっております以上でございます 三上君、ま、このグラフ見ていただいて、ここまで伸びた理由を、その理由を教えていただけますでしょうか、コロナ禍とも言われてますけれども。浅野学習基盤審議官、はい、あのご指摘いただいたあの、えー、不登校の状況の要因につきましては、あの私どもの調査では、えー 無気力不安、これが全体の51.8%となってございます。で、この、えー、無気力不安の原因、まあ、コロナ等の影響もあるとは思いますが、あのそ,れその無気力不安の、えー、さらに具体的な要因等について、細かく今、あの今年度の調査において分析を進めているところでございます。三上恵君 はい、じゃあ調査の結果お待ちしていますで。引きこもりですけれども、把握されている引きこもりの母数と人数、定義をお答えください厚生労働省大臣官房出審議官。お答え申し上げますあの。引きこもりの定義の例でございますけれども、平成22年5月に、厚生労働科学研究費補助金による研究事業で作成されました。 引きこもりの評価、支援に関するガイドラインがございます。でこちらの中におきましては、引きこもりにつきまして、さまざまな要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって、おおむね家庭にとどまり続けている状態を指す減少概念とされておりまして、えー、非精神病性の減少と定義されているところでございます。ここであの社会的参加につきましては あの義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での共有な交友などとされているところでございます。 またあの、引きこもりの状態にある方の人数,の人数につきましては、事柄の性質の,のなかなか把握が難しいところでございますが、一例として申し上げますと、今年3月に内閣府が公表いたしました、子ども・若者の意識と生活に関する調査におきまして、現在、就業中である旨の回答をしている方でありますとか、あるいは身体的な病気等を、 現在の外出状況の理由としている方などを除きまして、普段の外出状況について、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する、あるいは近所のコンビニなどには出かける、あるいは自室からは出るが家からは出ない、あるいは自室からはほとんど出ないのいずれかであると回答をして、かつその状態となって6ヶ月以上であると。 回答とととししした方を抗議の引きここもり群と定義てて調査いいるところでございますで15歳から64歳の年齢層におきまして、50人に1人程度が引きこもり状態にあると考えられるという結果であったと承知しております三上恵里君。引きこもりの数というのも不登校と同様に人数は増えている状況なのでしょうか。 サイス審議官あの冒頭申し上げましたように、なかなかこれ、把握が難しいところでございまして、私、今申し上げましたのは、の今年3月の調査の結果でございまして、継続的な数字については、現在、承知しておりません。三上恵君欠勤の前回のその人数というのは把握してないということですかね。サイス審議官 あの先ほど申し上げましたようにあの、この抗議の引きこもり群というものについても、あのルール申し上げましたようなあの定義の下での回答でございまして、であの内閣府の方では、それをあの、まあ、50人に1人程度というふうに公表しておると承知しておりますが、それがじゃあ、あの人数として推計人数を公表しているかというと、それは公表していないというふうに承知しております三上恵理君。 平成31年に発表された調査では、推計115万人と言われてますので、引きこもりの人数は増えているかと考えております。続きまして、この義務教育中ですね、つまり年間30日以上、病気や経済的な理由以外で欠席した児童、生徒はすべて不登校。 ということです。で、義務教育後15歳以上になると引きこもりになるケースもあります。不登校と引きこもりの関係について、文科省の受け止めをお聞かせください。浅野学習基盤審議官。一度あの不登校。小学生に小学生で不登校になれば、あの中学生にそのまま。 あの学校に通えず不登校になるということもあの多いわけでございまして、当然、中学校で不登校になった子どもたちが、えー、その後あの引きこもりの状態になるということが、まあ、私どもちょっとデータとしては持,って持ち合わせておりませんがあの、推定されるわけでございます三上恵理君。えー、これはあ内閣府の発表なんですけれども、引きこもりになった原因について調査したところ、えー、引きこもりのおよそ20%の人が、 不登校がきっかけと回答をしております、えー、つまり不登校の子どもがそのまま引きこもってしまう、これには早期の解決が必要だと思います。えー、先ほども説明しましたが、不登校の子どもは10年連続で増加、そしてこの5年で、このグラフのように人数が2倍以上ということで、国としてはこの5年間の中で、 どういった不登校政策を講じてきたのか、具体的に説明してください、はい、青山文部科学副大臣、えー。お答えいたします。不登校児童・生徒数が過去最多となったこと等を踏まえ、本年3月に誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめました。本プランは不登校ののの児童生徒全ての学びの場を確保し 学びたいと思ったときに学べる環境を整えること、また心の小さな SOS を見逃さず、チーム学校で支援すること、学校の風土の見える化を通して、えー、学校をみんなが安心して学べる場にすること。 を柱として不登校により学びにつながることができない子どもたちをゼロにすることを目指すものでございます引き続き困難を抱えた児童生徒が学びにつながることができるよう必要な支援を進めてまいります三上恵理君、はいえー、その心プラン今手元にあるんですけれども、えー、子ども政策の司令塔である子ども家庭庁 等と,とも連携しつつ、今すぐできる取り組みからえ直ちに実行というふうにえ線引きで示されておりますけれども、果たして、えー、繰り返し申し訳ないんですけれども、このグラフを見て、この成果が上がっていると言えるのでしょうか、上がっていなければ、さらにどういった政策がこの心を踏まえて必要だとお考えでしょうかえ、こういった政策を進めていくという明確な答弁をお願いします。 青山文部科学副大臣、はい、お答えいたします文科省では、小中高等学校の不登校児童・生徒数の増加を踏まえ、校内教育支援センターを活用した学びの場の確保や、1人1台端末による SOS の早期発見等、一部の地域でモデル事業として成果を上げてきた。 不登校施策等を中心に本年3月に心プランを取りまとめ国として積極的にそれらの取り組みを推進してきたところでございますまた10月には総理より現下の不登校やいじ,めのいじめ重大事案自体の状況を踏まえた緊急対策を取りまとめ経済対策にも盛り込むよう指示があり不登校いじめ緊急対策パッケージを策定するとともに先日閣議決定された総合経済対策や 補正予算案に,もにおいても、心プランを前倒しした取り,取り組みを盛り込んだところでございます。 これ,これらの取り組みをさらに推進すべく、森山文部科学大臣によるメッセージを公表し、子どもたちと教育委員会、学校に向けて発出したところでございます。今後も子どもたちが誰一人取り残されず、安心して学ぶことができる環境を早急に整えるため、必要な対策を進めてまいります三上恵里君。はい、のこのこプランが絵に描いた餅にならないように、しっかりと、えー、実行に移していただきたいと思います次の質問です。 不登校の問題なんですけれども、単に学校に行かないということではなく、何が何でも学校に行かせることが解決策ではないと考えております。 不登校の子供の状況も様々なんですね。もう一人一人のケースが様々です。それぞれに向き合って個別の対応が必要なんです。多様、複雑、さまざまな才の得意な才のそれらをどう活かすか一般社会の意識改革が今まさに必要な時です。学校に来ない子供たちをとにかく孤立させない孤立、そして個性を伸ばせるような環境。 環境を整えるべきだと思います先日、滋賀県の東近江市の市長が、不登校の大半は親の責任だ、文科省がフリースクールの存在を認めてしまったことに愕然としていると発言しました、これに対し、森山文科大臣は、さまざまな事情により、学校に通うことのできない不登校児童・生徒はおよそ30万人に上る中で、 この30万人にここ5年で上ったということは、あまり皆さん、共有してないと思うんですけれども、一般の方も、急激に伸びているこの30万人に上る中で、何よりも学びにつながることのできない子どもをゼロにするために、今おっしゃったような取り残しのないようにゼロにするために、児童・生徒の学習機会を確保するとともに、安心して学べる学校づくりに取り組むことが大事だと考えていると、はっきりと、えー、コメントされました。 で今日現在も市長は、この発言は撤回してないんですけれども、えー、平成27年、ちょっとこれ7年前の調査データなんで古いんですけれども、フリースクールっていう学校は全国に474か所あると言われていましたけれども、多分もっともっと増えてると思います。改めて市長の意見に対して、不登校の要因について、文科省はいかがお考えでしょうか青山文部科学副大臣、えー、お答えいたします。 不登校の要因や背景としては、え本人、家族、学校に関わるさまざまな要因が複雑に関わっている場合が多いと認識をいたしております三上恵理君。ああ えと憲法26条には、義務教育は無償とすると明記されています、学校が合わないのなら、休んでもいいと認めているのであれば、別の形で学び続けられる教育福祉を国として保障する必要があると考えます。はい えー、平成29年3月に文科省が作成した義務教育の段階における普通教育に担当する教育の機会の確保等に関する基本方針によりますと、えー、こちらなんですけれども、えー、学校へ無理していかなくていいということでよろしいでしょうか浅野学習基盤審議官、お答えいたします。文部科学省としては教育機会確保法及び 同法に基,づく基本方針、基本指針等を踏まえ、すべての児童・生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりや、不登校児童・生徒等に対する教育機会の確保を目指し、多様な場の学びの場の整備や、教育相談体制の充実等に取り組んでいるところでございます。しかしながら、児童・生徒の状況によっては、例えば、いじめを受けている場合に一定期間学校を休むなど、 休養が必要なケースもあると考えてておりまして法第あの教育機会確保法第,第13条及び基本方針におきまして、不登校児童・生徒の休養の必要性について規定をし、その考えを明らかにしているところでございます。文部科学省としては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、 学業の遅れや進路選択上の不利益や、社会的自立へのリスクが存在することから、学校関係者等に対し、一人一人の状況に応じた学びの場の整備や早期支援の推進に加え、安心して学べる学校づくりについても、引き続き促してまいりたいと思います、はい、三上絵里君、はいえー。このの文科省の 初等中等教育局長通知に不登校児童生徒への支援は学校に登校するという結果のみを目標にするのではないと書かれています。これが国の方針としてあるということでよろしいでしょうか。浅野学習基盤審議官。お答えいたします。当該通知におきましては教育,確保教育機会確保法及び基本指針の内容や 法の施行状況について検討内容に加え、これまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめたものと位置づけております。委員ご指摘いただきました点につきましては、義務教育は憲法第26条に規定する教育を受ける権利を保障するものであり、個々の児童・生徒の社会的自立のための基礎を培うとともに、 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的としております国民の誰もがこれを等しく享受するよう制度的に保障するため学校教育法では保護者に対してその市場を小学校中学校 義義務務教育学学校等に就学させる義務を課しておりますしかしながら、先ほどご答弁申し上げたように、えー、児童・生徒の状況によりましては、例えばいじめを受けている場合に、一定期間学校休むなど、休養が必要なケースもあると考えており、教育機会確保法第13条および基本方針におきまして、不登校児童・生徒の休養の必要性について規定し、その考えを明らかにしているところでございます。 三上君、はい、ありがとうございます文科省自らが行う政策評価にあたり、より効果的に政策の効果を測定し、政策の改善に生かしていけるようにするために、政策評価制度の所管、省庁として、総務省が果たす役割と決意を改めてお願いします、はい、鈴木総務大臣。えまずですねあの、政策評価制度そのその基本でありますが、これはまず、各府省が自ら政策を評価し、改善を行うことは基本でございます。えー、そのため総務省はです、ね、まず 各府省の職員向けの研修の実現や、政策効果の分析に向けての考えるべき視点を整理した技術系のガイドラインの策定、各府省と共同し、学識経験者を交えた政策効果の把握分析のための調査研究を行っておりますが、えー、さらに加えまして、えー、複数の府省にまたがる政策におきましては、その統一性や総合性を確保する検地から評価する必要があるものにつきましては、総務省が政策評価を行っております。えー、本年7月に公表しましまた不登校引きこもりの 子ども支援に関する政策評価におきましては、学校などにおける現場の取り組みを調査をし、関係府省の情報提供をすることで、政策の改善に役立てていただいたと考えております。<laughs> 本年7月に公表した不登校ひこもりの子ども支援に関する政策評価では、学校などにおける現場の取り組みを調査をし、関係府省に情報提供することで、 政策の改善に役立てていいただいております総務省としましては、引き続き政策の改善にする政策評価に運用に力を入れてまいります三上恵里君、はいえー。行政評価制度の導入は、2001年からすでに20年以上が経過いたしました。これまでの政策評価、行政評価の総括と展望について、総務省のお考えをゆっくりとご説明ください <laughs> 鈴木総務大臣、ゆっくり答えます。 政策評価法の施行から20年以上が経ち、政策評価制度が定着した一方、必ずしも意思決定に活用されていないという面がございました。そこで、政策評価審議会でのご議論を踏まえて、本年3月に政策評価に関する基本方針を見直しました。今回の見直しは、政策評価の本来の目的である、政策の効果を適時に把握分析をし、機動的かつ柔軟な政策の見直し、改善を実現し、 政策評価が新たな挑戦や前向きな軌道修正に活用されることを目指しております。総務省としましては、今後、見直しの趣旨を踏まえ取り組みが、その取り組みが定着するように努め,ると努めるとともに、各省の取り組みをしっかりと支援してまいりたいと思いますす以上です三上でで三恵理君最後の質問です。 お手元の資料2をご覧ください、私からの意見として述べさせていただきます、令和5年10月4日に、文部科学省がまとめた令和4年度の児童・生徒の問題行動、不登校調査の結果によると、小中高校から報告があった自殺数ですけれども、まあ、過去2番目の411人に上ってます、これ、厚労省だとです、ねえー、人数が違ってまして、自殺統計で514人の過去最多となりました。 コロナ禍後不登校数の上昇と,とともに自殺率が増えています必ずしもイコールとはいませんけれども学校に行きたくないであるとか社会活動に参加したくないだとか何らかのそういったサインは子どもたちから発せられると思っております特に夏休みが終わる8月31日そして学校が始まる9月1日は学校に戻りたくないと子どもの自殺者が増加しております一人一人に合わせた 学びの環境を整えていくのが子どもたちの命を守ることだと言えるのではないでしょうか以上私からの質問ですありがとうございました